いちばこんばんはラプ TV です。本日は Google スカイついに発見スクープという話題でお送りしたいと思います。視聴者さんが見つけた宇宙戦艦建造現場か、それともスペースコロニーの建造現場なのでしょうか。異星人が何かを組み付けているところを発見しました。それでは写真の方から見ていきたいと思います。場所はオリオン座の方向となります。こちらがそのオリオン座方向で、宇宙空間に浮かんでいるこのように水平に2つ何か物が、物体が映っておりますよね。巨大な大きさのものとなります。そしてそれを拡大したのがこちらとなります。はっきりと上に宇宙戦艦のような大きなパイプライン状のものに何かが下方向から部品のようなものが組み付けられているところがはっきりと映っております。このように、まあ、写真を明るく編集するとさらにはっきりと見えてきますので、今日は実際に Google Earth の方のスカイ立ち上げてお見せして、さらに、まあ、写真を明るくしたものを今から見ていきます。こちらがその黄色い位置が、今回視聴者さんが発見して座標を送ってくれた位置となります。ここにメシエ43というものがあります。そしてこちらオリオン座の方向ですね。オリオン座よりやや下方向にありますこの黄色い枠内で発見したということで、私もそれを見て驚きました。久々のこれは大発見ではないでしょうか。過去の私の Google スカイシリーズ見た方わかると思いますが、あれを集大成して、まあ、見た方はその中でこれが、まあ、やはり建造物、大きなスペースコロニーか何かを、まあ、彼らが作っている貴重な映像となると思います。画像ですね、まあ、遠くから見たところを拡大するとこのようになります。何かこの辺とか窓のように見えますし、下の方は作業船か、そのこれを組み付ける部品を並べている、まあその部品を運んできている、まあ宇宙船のようなものが下にあるということになります。皆さんと詳しく検証していきます。そしてこれが少しずつズームしていくところです。まあ宇宙空間ではこのように見えます。このこちらは何かややブルー状に光っておりますね。青色の光を出しております。そしてこちらに行くほどスペースグレーのような色です。下に部品を運んできている各小型の宇宙船は全て部品を運んで下にこういうふうに平行に並んでいるものだと推測します。皆さんのたくさんのご意見、推測、また宇宙の情報をお待ちしております。そしてこれですね。さらに拡大したところがこれとなります。どういうわけか、向かって左側がこのように青く輝いている部分があるといった具合で、これ光の反射でしょうか、それとも材質が違うのでしょうか。皆さんのたくさんのご意見お待ちしております。そしてここ間隔を空けて、ここにもうこれを組み付けるパーツが、まあ、集合してあるみたいな感じに見えますので、後で拡大してお見せします。そして先頭部分ですね。そしてこのように、まあ、小さな小型宇宙船も作業船もなんか先頭部分で組み付けているような感じに見えます。そして次です。はい、さらに寄ったところがこんな感じ。左から流しますと、これが先頭部分。そして先頭部分の、はい、ここに作業船が着艦して完全にここにドッキングしております。そしてゆっくり流すと、こういったところに細かい、やはり宇宙戦艦に見える、もう大砲のようなものが見えますね。砲台のようなものも、もうたくさん見えます。拡大してゆっくり行くと、やはりこのブルーと違って、上はスペースグレーの何か、砲台か、その何か、パイプのようなようなものも見えますので、まあ宇宙戦艦と、まあ今回は言っております。ひょっとしたら超巨大なスペースコロニーかもしれません。そしてここに部品がまさにこの作業船によって組み付けられているところが見えると思います。まあ写真を明るくしてますのでね、実際 Google スカイで見たら、やはり暗いのでね、どうしても見えにくいですが、
今回できるだけ明るく解像度を上げました。そしてこのパーツなのか、まあ、このパーツ自体が、まあ、人工知能で知能を持って、まあ、各それぞれの部署にパーツが一人でに動いて組み付けられるようになってプログラミングされているものなのでしょうか。そして作業線がここにありますよね。作業線は明るく光も出しております。そしてここがそのブルーの組み付けたところの下にこうドッキングしているか組み付けられた細長い、まあ、葉巻型の宇宙船のようなものが下に完全にこういうふうに着艦しております。そして明るい、これが作業船です。そして左に流していくとこのような構造になっております。どんどん複雑な構造になっております。ここがやはり一番上の方が大きいですよね。そして下からこれがパーツを組み付けているところです。きれいにこのパイプのようなものでここつながってますよね。そして何か宇宙船のようなものが下にこう作業して、ここは完全に組み付けられた様子が見て取れます。そしてさらに右に振っていくと、ここはゴールドの部分、そして四角い窓のようなものまで見えます。そしてこちらに行くほど先頭のようなところですね、先頭部分。そしてここにも小型の宇宙船か部品のようなパーツのようなものが組み付けられて、まあ、不思議な構造のようなもので、まさにここ組み付けられようとしているところがはっきりと映っております。これ作業船です。作業船がおそらく組み付けているものだと思われるものです。これはまさにここにガサッとはめられようとしているところかもしれませんね。私の推測ですが、上にもこのような潜望鏡のような、まあ、何かアンテナのようなものもたくさん映っております。各パーツが決められた位置に、まあ、人工知能 AI のプログラミングによって決められた位置にこのパーツが自動で移動して、自分でこのドッキングして組み付けられて大きくなっていくようにプログラミングされているのでしょうか。彼らの素晴らしい超文明のテクノロジーの凄さを、まあ、物語っているものが今回視聴者さんによって発見されました。これも私は過去ずっと探しましたがね、なかなかこういったものは見つかりませんでした。これは珍しいですね。過去にパイプライン、こういったブルーのパイプラインとかは見つけましたが、こういった一定の長さで平行に並んで下にパーツを運んできた宇宙船のような奇妙な型の宇宙船がいます。これがまさに上とドッキングしようとしているところです。このパーツが上にこういうふうに、まあ、自動的にね、ここから分離してこう決められたプログラミング位置に、まあ、セットされているところなのでしょうか。皆さんの詳しい、まあ、推測コメントをお待ちしております。まるで、まあ私たちの言うとこのプラモデルをのパーツを組み付けているように見える、これが、まあ、宇宙戦艦、巨大宇宙戦艦の下に彼らが作業船によっていろいろ組み付けているところ、そして下がこのパーツを運んできた、まあ、パーツをね、その各この大きな巨大宇宙船かこのスペースコロニーの下に持ってきてまさに組み付けようとしているところだと思うものが映っているものとなります。はい、引くとこのようです。さらに詳しく見ていきます。これが拡大先頭部分です。こんな感じです。しばらく見てください。もうまさしくその私が言うように、いつも言うように、あの小惑星とかそういったものではないということがわかると思います。細かい部品が飛んでいますよね。でも細かいといってもこれもひょっとしたらかなりの大きさがあるものだと思われる、まあ、パーツがまさに宇宙空間で彼ら異星人によって組み付けられて、さらに大きな、まあ、物体というか宇宙戦艦になろうとしているところだと思われます。そしてこれ、はい、極めつけはこれですね。はっきりとこれパーツで組み付けられたところが映っているところを拡大したところです。そしてこの辺にも、はい、まあ、細長い、まあ、葉巻型の宇宙船、そして窓のようなものまで映っております。はい、確かにこれは CG とかそういったもので制作したものではなく、あくまでもハッブル望遠鏡が宇宙空間を撮影して、
天の川銀河を撮影したところ映り込んでいる宇宙空間に映り込んでいるものだと思われるものです。この距離がわからないのは残念ですが、まあ、オリオン座方向にある、まあ、スペースコロニーか巨大宇宙船を戦艦を、まあ、組み付けているところだと思われるところを今日は皆さんにご紹介しております。はい、こういった感じでこれが明るくしたところです。どうでしょうか。そしてこれが、まあ、さらに明るくして見えやすくした、下がこのパーツを組み付けられて何か宇宙船の小型宇宙船のようなものが2つドッキングしているところです。そして上が大きな、まあ、巨大宇宙船かスペースコロニーだということになります。これが引いたところ、そしてこれ、そしてこれですね、すべて明るくしてお見せしております。これがパーツ群です。これがパーツを運んでいる、まあ、作業船ですね。この全体がまだつながってませんよね。この辺はここに大きな、まあ、部品の一部、パーツの一部が運ばれております。はっきりと映っております。これはかなり珍しい、異星人が宇宙空間で大きなスペースコロニーか宇宙戦艦を作っているところだと思います。それではその1、早速オリオン座方向を見に行きたいと思います。これが、まあ、Google スカイを立ち上げたところです。このように実際はこのように見えます。かなり暗いですよね。明るくできるだけしておりますが、やはりこれをねスクリーンキャプチャーしてからさらに、まあ、皆さん持ってある方は写真編集ソフトで明るくしてコントラストを上げるとさらにこれが解像度が上がって形がはっきり見えてくるといった感じになります。そして目印2です。こういった感じで、まあ、急ぎながら、まあ、の Google スカイお見せしたいと思います。今回見つけたこれが謎の、まあ、直線的に宇宙空間にある宇宙空間でこういった不思議なパーツが一人でに、まあ、プログラミングされて組み付けられようとしている、まあ、これが彼ら異星人の宇宙空間で何か、まあ、現場で作業しているところが写った貴重な、まあ、写真を今回は視聴者さんが見つけたんで送ってくれました。これが引いたところです。かなりの距離がありますよね。この星から星までかなり、まあ、何光年ぐらいあると思いますが、これはまあ手前にハッブル望遠鏡の手前にあるとしても、まあ、何十万キロぐらいある、もっとあるかもしれませんね。距離の、まあ、巨大なスペースコロニーが彼らの巨大宇宙船が建造されている途中ではないかと私の推測と試験になります。他の、まあ、ご意見、そして他の、まあ、推測、また妄想ある方はぜひコメント欄にコメントお願いします。いつものようにねこの位置座標貼っときますので皆さんぜひ見てください。それではこれをまとめた動画、そして最後にその鮮明にした映像の動画をお見せしながらお別れしたいと思います。それではスタートです。はい、これがオリオン座方向、黄色い枠ですね。左側が遠くから見たところ、右が拡大画像、そして平行に並んだ下に部品の作業船のようなもの、これが部品の数々パーツですね。そしてそのパーツを下に組み付けてますよね。これは珍しいですね。パイプラインだけというのもありましたが、下にパーツをはっきりこのように作業して組み付けているこの画像は貴重な大スクープだと思われます。私の過去の Google スカイシリーズを見られた方は全てつながるものがあると思います。そしてまた見たいない方は全て見るとこれが、ああなるほどと思い当たる点が見えてくると思います。それではまた次回お会いしましょう。ラピ TV でした。